牧野康兼法歴8年1月8日は、品濃小室藩の第二代藩主。越後長岡藩文家牧屋家四代。小室藩初代藩主、牧野康重の長男。聖母は、高俊院。性質は、六号正春の娘、卵。子に、牧野安馬、本城道犬、富田明親,親、座高寺た明義、娘、娘、娘。官位は、十五位下。 内前政陽名はやよ大倉。教法5年11月9日、将軍、徳川義宗に拝越する。教法6年12月8日、十五位下内前政に助任する。教法7年12月24日、父、安重の死去より家督を相続する。教法10年3月12日、初めてお国入りする許可を得る。 教法16年4月に日光祭礼奉行を務めた。官方2年12月、領内を襲った風水害により、幕府から2000両を拝借する。官営4年6月、財政危機のため、本家にあたる長岡藩主、牧野忠都氏に対し、孔光る、孔甘根府氏の連名で支援を願い出る。法暦8年正月8日に死去し、後を、長男の孔光るが継いだ。 墓所は長野県小諸市の牧の家墓地。ありがとうございます。